国の税収は3年連続して過去最高、その稼ぎ頭が消費税なわけですから、それを国民に返してください。消費税減税、6割の国民が求めています。多くの中小企業が救われるどころか、最後の頑張りの気持ちも消費税が原因で潰れてしまい倒産してしまう。大臣、この日本経済の悲劇を見て、まず中小企業の皆様へ謝罪の言葉ありませんか。今回は櫛渕議員と鈴木財務大臣の登場です。中小零細企業や国民には冷遇、大企業には優遇しまくりの財務省、鬼畜の所業とはまさに財務省そのものですね。ぜひ皆さんの考えをお聞かせください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。時間、財務大臣にお伺いします。日経平均株価、34年ぶりに最高値を更新しました。失われた30年の停滞をついに脱したと言われますけれども、本当にそうなのか。同じ30年でも株価ではなく倒産の状況を見ていきたいと思います。失われた30年を脱したどころか全く逆の風景が明らかなんですね。パネルにお願いします。帝国データバンクの調査によると、2023年度の倒産は9年ぶりの高水準、増加率は過去30年で最も高い 30.6% に及んでいます。倒産の理由もゼロゼロ融資後の倒産は 54.3% 増、物価高倒産は過去最高で 80% 増となっており、これからますます増えていくことが予想されます。注目すべきはパネルさんに示しましたが、税金や社会保険料を滞納したことによる倒産が年々増え続け、去年は前の年と比べて 1.5 倍にもなっているということです。税金、社会保険料がいかに重くのしかかり、倒産にまで至っているのかがよくわかると思います。特にきついのが何といっても消費税なんですよ。倒産に、国税庁のデータによると、滞納額のトップがずっと消費税なんです。令和4年度で法人税に比べて、消費税は実に 3.8 倍も滞納が多い。また、資料4、新規で発生した滞納額の推移見てみますと、全体の7527億円のうち消費税の滞納は 50% を占めています。このことからも負担の重さは明らかです。法人税なら赤字であれば支払う必要はありませんが、消費税は免れないからですね。しかも税と社会保険料の滞納倒産のデータは2023年の11月まで、つまり昨年10月に導入されたインボイスの影響はここには入ってないんです。財務省はインボイスによる税収増を約2500億円としていますけれども、1年で発生する消費税滞納額の8割に当たります。その額が新たに増税されることになったわけです。インボイスによる増収はこれまで免除されてきた零細企業や個人事業主からのものでしょう。ここで倒産を資本金規模別に見てみます。1000万円未満が6169件、その構成比は約7割、2000年度以降で最も大きくなっている。要は過去最高益を上げる大企業がある一方で、中小企業や個人事業主はずっと苦しんでいるということです。それなのに新たにインボイスによる負担が加わったことになります。鈴木財務大臣、図をご覧いただいてお分かりの通り、税と社会保険料の滞納を原因とする倒産が一昨年から今年にか、去年にかけて 1.5 倍に増え、さらにインボイスが増えることで今年はもっと倒産が増えるのではないか、深刻な事態です。中小企業や個人事業主が苦しいとき、本来あらゆる政策を動員して企業を救うことが政府の責任です。にもかかわらず、多くの中小企業が救われるどころか、最後の頑張りの気持ちも消費税が原因で潰れてしまい、倒産してしまう。大臣、この日本経済の悲劇を見て、まず中小企業の皆様へ謝罪の言葉ありませんか。鈴木財務大臣。謝罪とかそういうような話ではないんだと思います。中小企業の方々が物価高騰でありますとか、あるいは人手不足でありますとか、まだまだコロナの影響から立ち直っていないということ、これは十分承知しておりますが、そういうものをしっかりとサポートして、政策的にもサポートしていきたいと思います。櫛渕君、時間経過してますので、間違った政策によってこうした失業そして倒産、増えているということの指摘です。国の税収は3年連続して過去最高、その稼ぎ頭が消費税なわけですから、それを国民に返してください。消費税減税、6割の国民が求めています。れいわ新選組は、日本を守るとはあなたを守ることから始まると掲げ、まずは経済、暮らしの底上げと経済再生、しっかりこれからも政府に求めてまいります。ありがとうございます。
最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ皆さんの考えをお聞かせください。